安藤リレイです。東京でタイ料理教室をしております。本日のテーマはですね、未消化物についてお話しさせていただきたいと思います。未消化物と、その、影響、体への影響、改善方法ということでお話しさせていただけたらなと思います。この配信はですね、レッスンではお話ししきれないようなハーブとかスパイスのお話ですとか、タイの伝統医学のお話なんかをねさせていただいております。はい、ということですいません、本題の前にねお知らせさせてください。本日、もういよいよ本日になってしまったんですけど、本日のですね夜9時からですね、このタイの伝統医学と、夏の食養生ということで無料セミナーの方を開催させていただきますので、よかったらぜひご参加いただけたらなと思います。あ、おはようございます。ピョイサラさん、おはようございます。はい、ということで、今日ですね、今日の夜いよいよ、やりますので、ぜひあのね、あのなんか最近ちょっと調子悪いなみたいなね、不調を感じてらっしゃる方とか、あとなんかちょっと、夏太りしてきちゃったみたいな方はね、ぜひあの参加していただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、未消化物についてお話させていただくんですけど、未消化物ってんっていうね、あのちょっと聞き慣れない言葉かなとは思うんですけど、未消化物とはですね、まあ、いわゆる伝統医学的に言うとですね、消化して接続が弱い。あ、大丈夫かな。すいません。なんか接続が弱いので、接続が弱くてあれになっちゃったってあるんですけど、まあ、いわゆるですね、その時に、うまく排出できずに残っちゃったものですね。で、それがですね、体の中に残ってるとなんで悪いのかっていうと、まあなんとなく想像するとわかると思うんですけど。当然この体の中に残ったものってなんだろう、このそのままずっと残ってたら腐ってきますよね。で、そんなものが自分たちの体の中にずっと残ってるって結構想像すると嫌じゃないですか。嫌だし、当然そこからですね、まあ、毒素と言われてるんですけど、それがね、その毒素っていうものに変わってしまうと言われています。で、それがですね、いろいろですね、特にすぐ出てくるっていうのが消化器系のトラブルとか胃腸のトラブルとか、あとはそれがですね、全身を巡ると言われています。その排出しきれなかったのがですね、なので全身を巡る、当然血液とかそういうのに乗って全身を巡るとなると、いろいろなところに不具合が来るわけです。疲れやすくなったりとか、免疫力の低下を起こしたりとか、あと、肌荒れとか、あとは太っちゃうとかですね、そういうことを引き起こすと言われています。で、特にですね、腸内に残ると腸内環境が悪化します。で、腸内はね、最近だとね、脳とすごく直結していると言われているので、自律神経とか、メンタルなんかにもねすごく影響すると言われてますね。はい、ということで、未消化物っていうのは、なるべく体にね、たまらないような生活とかね、食べ物っていうのを選んでいくと良いっていうね、お話をさせていただいてます。で、排出しやすさっていうとか、もともとのね、排出力とか消化力っていうのは、体質なんかでね、ある程度分かってきます。で、まあ、当然ね、今の生活とか、まあ、睡眠とかにもよりますので、今の生活とか、食習慣でも変わってくるんですけど、体質ごとの排出のしやすさとか、しにくさとかっていうのはありますね。はい、ということで、あ、ゼロプラスありがとうございます。ゆかさん、ありがとうございます。嬉しいです。はい、ということで、今日はね、未消化物についてお話しさせていただいてます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。はい、ということで、じゃあ、体にね、悪影響を与えるっていうのは普通にね、想像できるだろうし、なんとなくね、良くないなっていうのは思うと思うんですけど、じゃあどうやって改善していこうかっていう、改善していこうかっていうのもあるんですけど、実際私たちの体に、溜まってるのかどうかっていうのをチェックする
のを、今日のね夜のセミナーで やりたいと思いますので、どれだけ溜まってるんだろうっていうのをねちょっとぜひチェックしにですね今日の夜のね9時からのセミナーに参加していただけたらと思うんですけど、じゃあまあ溜まってないってことはないですよ。そう、実は食べ物だけじゃなくて、それこそですね空気がね汚染してたりとか、そういうことでですねいろんな影響を私たちは今現代のね私たちは影響を受けてて、それがゼロっていう人はほぼほぼいないと思うんですよね。なのでじゃあそれをどうやって排出していくかっていうのを今日明日かなのセミナーでねお話できたらと思うんですけど、まあ一つはですね、まあ、当然食事に気をつけるっていうことですね。バランスの取れた食事、あとは自分の体質に合った、自分のその時々のね、状態に合ったものを取るっていうのが大事になってくるかなと思います。あとは、消化力を上げていくっていうのがすごくやっぱり、キーというかポイントになってくるんですね。だから自分の、消化力に応じた量を食べているかとか、自分の消化力、そうですね、自分の消化力で、処理できる量をちゃんと食べているかっていうのを見直すっていうのもすごく大事かなと思います。あとは当然ですね、その、食事だけじゃなくてですね、まあちゃんと睡眠が取れているかとか、あとはしっかりね、消化力を高めるためにですね、運動とかもできているかとか、排出力高めるためにしっかりデトックスしてるかとかって、そういうねお話もあったりします。はい、ということで、なんか質問とかありますかね、大丈夫ですかね。はい、今日はね、未消化物についてね、今日の夜のセミナーでもね触れさせていただくんですけど、触れさせてっていうかね、お話はさせていただくですけど、ちょっとねそちらについて、お話しさせていただきました。やっぱり、まあ、これ、本当セミナーでもお話しするんですけど、まあ、中医学とか、アイルベーダーなんかもそうなんですけど、タイの、ね、伝統医学でもこの、詰まりというか滞りですよねが体に、まあ、未消化物っていうふうにも言うんですけど、未消化物が、いかにして、体の中をのから出すかっていう、この滞りですねを良くするかっていうのがすごくね、大事と言われていますので、はい、こちらをね、なくしていくっていうような、こうアプローチっていうのをしていくと、不調とか、ずっとね健康的な、生活を送れるかなと思います。はい、ということで、あ、ゆこさんありがとうございます、いらっしゃるかな。はい、ということでですね、今日の夜のセミナーで、その未消化物の、溜まり度、蓄積度チェックっていうのをさせていただきますので、ぜひね、私今どれぐらいのレベルなのかなっていうのね、ちょっと気になる方はぜひねご参加いただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、書いてあった、食事栄養運動のバランス大事ですね。はい、大事ですね。はい、ゆかさんもね多分気をつけていらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱそのね3本柱と、あと、あんまりこの話をするとあれなんですけど、やっぱりメンタル、心っていうのもすごく大事って言われてますので、まあ、そのあたりの話もね今日のね夜できたらなと思います。はい、ということで本日はね、短い間でしたけどこちらで終わりにさせていただきたいと思います。この配信がね、いいなと思ったらね、ぜひハートマークで応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます、やっぱり嬉しいですね。はい、ということで最後にもう一度だけお知らせさせてください。今日の夜からですね、この今日話したね未消化物の蓄積度、溜まり度とかね、あとはタイのね、じゃあそれをタイの伝統医学の知恵を使ってどうやって活用していくかっていうようなねお話をさせていただきたいと思いますので、よかったら、ご参加いただけたらと思います。で、参加方法はですね、オープンチャットにですね、当日、今日の夜のね、URL をお送りいたしますので、ぜひ LINE に登録して、私の公式 LINE の方にね、登録して、そこからオープンチャットに入っていただけたらなと思います。ちょっとね、直リンクを貼れなくてですね、一旦ね、ちょっと公式 LINE の方に登録いただくことになるんですけど、そこから参加いただけたらなと思います。何回か、公式 LINE の方でも、URL 配信しますので、その時にね、参加していただけたらと思います。はい、ではでは本日ねご視聴いただきありがとうございました。どうぞね良い一日をお過ごしください。ではでは夜お会いできたら嬉しいです。失礼いたします。ありがとうございます。